ルイさんに限ってありえない。ルイちゃんたちは本当に出ないんでしょうか。いや、まだそう決まったわけじゃない。彼女たちが気持ちを強く持ってくれていたら、本人に直接確認。くそ、電話は繋がらないか。皆さん、テレビ見てください。姫野さんが会見を。 この度はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。我々プレタポルテにおいて重大な過失がありました。それをいち早くお伝えするため、この場を設けた次第です。早速ですが、トリニティ・イエルが今回の祭典 IUNITYの4回戦を辞退したという話があるのですが、事実でしょうか。残念ながら事実です。 先日逮捕された朝倉恭一氏から天童ルイは資金の一部を受け取っていました。事務所は協議の末、社会的責任を取るべく彼女たちの祭典への出場辞退と契約解除を通達しました。契約解除？そんな祭典に出られないだけじゃないなんて。 そんな、トリエルはルイさんたちはどうなってしまいますの。あれほど欲しがっていたトリエルをこんなに簡単に切り捨てるなんて。天道さんたちが姫野さんにプレタポルテに逆らったからだ。いかに優れたパフォーマーでも自分たちの思い通りにならなければ排除するってことなんだ。こんなの許せるわけがない。俺は 俺にできることは。ひどい。こんなのひどすぎますわ。ルイさんたちならきっとスリクスにだって勝って。3Xの4回戦はどうなるのでしょうか。このような事態は想定していませんでした。ですがスリクスの実力は皆さんも知っての通りです。4回戦はスリクスの不戦勝とします。ファンの皆様も きっと納得してくださると考えます。納得なんてできないよ。ルイちゃんたちが今までどんな思いで戦ってきたのか、姫野さんはちっとも分かってない。さくら、その通りですわ。ルイさんたちだけじゃありません。姫野さんは 私たちアイドルがどれだけの血と汗を流してステージに立っているか分かってません。ルイさんたちは、ホシミプロを守るためにプレタポルテに移籍して、本当はホシミプロにいたかったのに、それでも気丈に振る舞って、事務所なんか関係ないって、一緒に頑張ろうって、私たちにエールを送ってくれました。ルイさんは絶対、不正なんかしてない。 調査もしないでこんな会見間違ってる。そうですね。本人たちがいない場でこんな公開裁判のようなことありえないです。マネージャーさん、お願いです。ルイちゃんたちを助けて。って、あれ、マネージャーさんはいつの間にかいなくなりましたわね。どこに行っちゃったんでしょうか、この大事な時に。 大事な時だから、だよ、アイちゃん。ええ、マネージャーはこんなのほっとける人じゃないもの。もしかして、もうトリエルの皆さんのところに。琴乃ちゃん、鈴ちゃん、セミファイナル絶対スリクスに勝ってね。うん、分かってる。当然ですわ。月のテンペストがスリクスに 初めての挫折を味わわせてあげるのですわ。<笑>すずちゃん、リオさんっぽいね。
さん、ここにいたのか。マネージャーさん、私、私たちなくしちゃいました。トップアイドルになる目標も、星見プロのみんなといつか一緒に歌う夢も、全部なくしちゃいました。